さということで、ね、すみません、清水の駅前から撮ろうとしたらね、もうちょうどバスがね出てきそうだったんでね、慌てて、乗ってきました。それには美保車庫、静岡県の清水区はね一緒なんですけど、美保車庫っていうところに来てます。先端の方ねっていうことですね。でここから多分、うちはね言うて実は静岡の市長さん多いんですよね。静岡駅前撮った動画が伸びてるっていうのもあって結構、見ていただいてる中で、非常にね静岡の人からね、お前何を言っとるんやとね、何を今更言っとるんやと、言われそうなことをこれからいくつか言うと思いますので、そこはご了承ください。まず、行こうとしてるところはここからも近みたいな、このね作神社ってとこに行こうとしてるんですけど、この辺り意外と結構観光名所みたいなところがいっぱいあるみたいで、なんかねこの日本の松原っていうのは世界遺産らしいですよ、に登録されてまして、松原があったりとか、あとは、エスパルスの、練習グラウンドがあるらしくて、それもある兼ね合いでか、もう道中も、エスパルス一色です。その先ずっといたところにあるらしいんですよね。いかんせんね台風の来てる兼ね合いでね、うん、風は強いよね浜だしね、で、ここからとりあえずまず食神社を目指しましょう。この道まっすぐ裏に降りてったらいいみたいなんで、こっちから行ってみましょう。いやーすごい風だ。何がすごいって清水って本当運動場とか公園がめちゃくちゃ多いですね。特に運動場、日本平にね大きいグラウンドがあって、まあねそれでエスパルスのグラウンドがあるのもあれですけど、間にもねいろんなね運動公園みたいなね、運動場みたいなのがねあちこちに来てあるんですね。本当になんかちょっとしたねグラウンドみたいな感じかなと思ったら、結構ねちゃんとしたね施設になってるところも多いみたいで、すごいなと、思ってました。まあやっぱしこれもね、J1 の、さすが清水エスパルスがある街やなという感じで、でね道中もねバスなんでね、ずっと沿線走ってるじゃないですか。めちゃくちゃねランニングしてる人がおる、あれはびっくりしましたね。で結構そんなに離れてないはずだけど、キュウリほんとにキュウリや。キュウリ売っとる、後で買ってやってみようかな。で、ここからこっちでいいのかな。そこ曲がったらいいみたいかな。おお、生えてきたね。こうしてほしいな。こっち行ったらいいのかな。暑い。こんにちは。おお、歩き出したら急に影ができてきましたよ。すごいな。暑いな。まあでもね、撮影は本当雨の方がやっぱ向いてないですもんね。今日朝ちょっと降られてね、つくづく、実感しました。よっしゃ。それにしてもやっぱ鈍行だと時間かかりますね。口にも負担がかかりますね。いやー、この雲の流れからもわかると思いますけど、すごいでしょ雲の動き振りが。こっちでいいのかな。あれもしかしてこれ。いや、ハワイさんね、ハワイさんじゃない、ハワイさんっていうのめっちゃ気になるけど、ここは違うのかな。ここじゃないかな。あれ、これ
作品じゃここってなってるな。あ、うん、今調べてみたんですけど、どうもこれが作品じゃのようです。どっかに書いてあったかな。思いっきり地域に目指した感じがあれですね。まあ、とりあえずここで合ってるみたいなんで、お参りしていきましょうか。いやー、風も出てきたけど、どこかに佐久神社って書いてある。これも書いてないんだけどな。どこにもそれらしい、案内がないんですけど、どうもここが佐久神社らしいので、ではね、桜神社からね、佐久神社までやってきましたよ。お参りしてきましょう。さあ、お参りも済ませましたけどな、本当に特に何も佐久神社って書いてあるものとかはないんですね。あるのはなんかセミの抜け殻がたくさんありますけど、すごいな、それはセミも鳴きますわ。こんだけ抜け殻あったらね。へえ、ここか。これ Google マップで書いてなかったら分かんねえな。すごいな。まあ、当然ね、こじんまりとした、神社なんで、まあ、ああいったね、何かがあるわけではないですけど、文字社ってなってるような、ここは。まあ、でもどうもここらしいです、ということですね。で、ハワイって何なんですかね。近いみたいですから、まあ、ちょっとぐるっと回ってみましょうか。